あまり大きなビジョンはないですけど、一試合一試合全力で戦っていくことで何か形になってくると思いますので、誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ、登ろう。3月8日 VS 横浜 F マリノス、まあ、開幕戦ということで硬くなったこともあると思いますけど、まあ、2失点してしまったんで、そこは改善しなきゃいけないなと思います。まあ、プレッシャーはかかったと思いますけど、その中で選手がね、苦しい時に力を発揮できるようになってきたので、それが開幕戦で出るっていうのはいいことだと思いますんで、まあ、次の試合勝たないと見ないと思いますので、そこをやっていけたらいいなと思います。開幕戦だったので少し硬いところもあったと思いますし、まあ、その試合、まあ、J1 の相手とやるってことに慣れてないっていうのもあったと思いますけど、そういうところからだと思うんで、ただ1試合勝ったからといって浮かれることなくやっていくのが一番大事かなと思います。怪我してしまって少し出遅れた部分があって、でも開幕戦に間に合って90分弱やれたので、まあ、すごく良かったと思いますし、まあ、これから徐々にコンディションの方は上がってくると思いますので、まあ、まず1試合できたことは自分の中では大きかったと思います。まあ、リベンジもありますけど、まずはそういうことじゃなくて相手に勝つことだと思いますので、まあ、その上に開幕戦、去年と同じホームから去年と同じ相手なんでね、まあ、より勝ちたいという気持ちはありますけど、まあ、一つの試合としてちゃんといい準備してやるのがベストだと思います。僕たちにとっても開幕戦がなんか2試合あるような気分ではいますんでね、アウェー、Jリーグの開幕戦とホームの開幕戦があると思いますので、何かいい、まあ、たくさんの人が来てくれると思いますし、その中でいいプレー見して来てればいいなと思います。あまり大きなビジョンはないですけど、一試合一試合全力で戦っていくことで何か形になってくると思いますので、行動でプレーで示せていけたらいいなと思います。また日本平での試合が始まります。いい試合をして勝利を皆さんと分かち合いたいと思います。よろしくお願いします。誇り高き一つのチームと一つの使命、絶対に諦めない闘志、頂を目指し夢をつかむ、さあ行くぞ、登ろう。3月8日 VS 横浜 F マリノス。